メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。あなたへの報酬に当てさせてもらいます。コーレルは情報動態特性から気気流に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。このデータも換金できそうです。あなたへの報酬が増えるのは私としても嬉しいです。この調子で探しましょう。メインシステム戦闘モード起動。始めましょうか、レイブン。早速ですが、データ回収を行えそうな機体残骸をいくつか検出しました。マーカー情報を送信します。封鎖機構の機体情報です。換金してあなたへの報酬に当てさせてもらいます。コーレルは情報動態特性から気気流に干渉することがあります。先の逆流現象の影響でシステムが部分復旧している残骸もあるはず。それを見つけていきましょう。ボースの旧型ルビコニオンの乗っていた AC のようです。ルビコン解放戦線の思想的指導者ドルマイアによる口述筆記でしょう。これは極めて個人的なものであるようになります。報酬が増えるのは、これが旧世代の名シーン。タイムスタンプによると、記録されたのはアイビスの日の2日前。あの災害が発生する直前の予兆について言及しているものと思われます。SG 機体の設計図面です。このデータは執行部隊の編成が確認できます。危険の旧世代 AC と思われます。強化人間についての言及があります。あなたもまたコーラル技術によって生み出された存在。でもそうでなければ私たちの交信はなかった。取得できる情報はもうなさそうです。あなたがルビコンの過去やコーラルについて何かしら思いを巡らせてくれたなら、私としては嬉しいです。